2017年夏、沖縄。松濤館流の師範である中達也は郷中流の道場にいた。武術としての空手を探求する中には願いがあった。さまざまな流派の技術を一から学びたい。自分の知らない空手に出会いたい。そのために会いたい男がいた。沖縄郷中流の比嘉女森生だ。郷中流の原点は沖縄古来の武術ティート、中国武術にある。その古の姿が比嘉女の空手に残っている。上段中段下段が決まってきた。おそう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 いいですよ。そうそう、もう一回見てください。はい、色が分かる。あのね、最初から固定して、この動くんですよ、動くんですよ。はい。でも見えててもできるよ。すごいですね。だからこうしていいよ。わぁ。で、ここから手下を気をつけて、こう並んでるの。またキャバを足かけること。で、見えといてもできる。これで、蹴ったら、かけるんです。終わらないです。どんどん終わらないです。一丁引いてるんです。はい。一丁引いて。一丁引いて。終わりがない。ああ、はい。すぐにちょっとやると。はい。